TBS ラジオ伊集院光とラジオと大目だよとおはようございます。あ、どうも伊集院さん、柴田さん、どうも小目だよと言います。今回ね、私のこと呼んでいただいて本当にありがとうございます。私こんな生放送なんか出ちゃって大丈夫かしらってちょっと不安があるんですけれども、今日は嬉しいです。ぜひともよろしくお願いいたします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと時刻が10時になりました。いいから戻って普通に改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの皆川玲奈です。こんにちは、やめます木曜パートナーの柴田理恵です。小梅太夫くんは俺はあれで小梅太夫の多分おしゃべりだよね。スーは多分てか出さないのかな。スーって言っていいのか。普通のおっさんだよ俺、遠目で見たことあるけど、まあ、おっさんいるなと思ったら小梅太夫の楽屋ってなんてことありますからね。小梅太夫さんにじゃあ延々このあの感じでこの声、ね、のトーンが気になる、どうだろう。でもね、うん、小梅太夫くんと例えば、うん、さっき言ってた小田とか、うんはいうん、同じ事務所だし、うん、たくさんバイキングとかみんな同じ事務所なんだけど、うんうん、ここで言うとナオデストラーデとか、うん、ああそうなんだ。人によって全然評価が違って、うん、ナオデストラーデくんとかは、うん、そのネタの構成とかをかなり考えてるって言うし、うん、そうじゃない人はあのまんまって言うし、うん、さあ、不思議な人ですよね。不思議な人ですね、うん、その不思議に迫ってみたいと思います。この後お笑い芸人小梅太夫くんすぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は総合人材サービス新生梱包ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えしてゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト小梅太夫さんは東京都出身、大学中退後梅沢富美男劇団に所属、お笑いに転身した後2005年にテレビ番組エンタの神様で大ブレイクしました。2013年には神奈川県で開催された第1回ムーンウォーク世界大会のお笑い部門で準優勝を果たしています。本日のゲストはインパクトのある白塗りメイクと荒削りな芸が持ち味のお笑い芸人の小梅太夫さんです。なんすか、荒削りな芸ってどういうことですか、ね、原稿に書いたとか考え抜いた芸、考え抜いた芸ですよ、さあ、ということで、小梅太夫くんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はもう全部その小梅太夫でやるんですね。そらそら。いや、途中で事故絵に。なるほど。事故絵に。いや、でもすごいのが、完璧な形で白塗りで、お着物を着てきてくれてるんですよ、ね。素晴らしい。飾りもつけて。ありがとうございます。もう地声との中間ぐらいに来てるじゃん。俺、きちんと会うことあんまないもんね。あ、まあ、そうですね。小梅くんとね。そうですね。で、俺、通りすがりに楽屋、今ほら、密なのに入ったりするんで、覗いたことあるんだけど、はい、ジャンレノみてえの顔してんだよ。あ、そうそう。普通の時の小梅くん。結構。いや、かっこいい、かっこいいとか言われたことないですよ。おっさんです。でも、はい、そうそう、おっさん。そう。はい、本当に、はい、だけど鼻も高いし、うん、目も二重でパッチリしてるし、うん、普通にしてたら分かんないよね、小梅太夫だなって。あ、めったに声かけられることないので、はい、そうだよね、はい、もう全然ですね、普通にしてられる、普通にして、はい、もう寂しいぐらいですね普段は。だんだん普通のおっさんの声ですね。それでいいよ、それで、ね、はいはい、でね、なんか俺の周りの、うん、そのとソニーっていう事務所の芸人たちの小梅くん評価は、うんうん、いや、あの人はすごいネタの構成とかを実は考えてたりとかしますっていう人もいる。どっち？いや、今なんか顔笑ってますけどね。いや。どう、自分なりにさ、最初はさ、おそらくかなりあるあるできたじゃん。そうですね。なんか分かりやすいネタとかいうのを、はいはい、まあ、やってきてましてですよね。で、途中から、あるあるだと思ってずっと聞いてたら、うん、そんなのあるわけねえじゃんみたいな、うん、なんか荒れてる学校だと思ったら先生がチンパンジーでしたみたいなネタあったでしょ、うん、
あの、ありますね、その、偏差。あ、そうだ、ね、偏差値低い学校だと思ってたら、先生が一般人でした。でしたじゃねえよ。いや、まあ、まあまあ、そこら辺はね、もうちょっとおかしくなってきてるんですけど。すでに、すでに何か軸がずれ始めた。始めてるとこですけど、はい。コンロなんだ。はい。最近は今どんなの作ってんの？最近ですか、うん、いや、最近も相変わらず意味わかんないのがあるんですけど、うん、あの、お月様を見てるかと思ったら、でっかい駐車場でした。あ、ちくしょう！来るとこまで来たね。来るとこまで来たやつだね。それはね、相当ね。そうなんですよ。もう最近、もう分かんなくなってきてますね。びっくりするのがですね、あの手にびっちりネタが書いてある。書いてある。綺麗な字でちゃんと書いてあるんですね。いやもうね、最近目もちょっと悪くなってきちゃって、もう老眼入ってきちゃうんで、ちょっとこれも見え、なんかちょっと、あれっつって、見えない時あって、間違えちゃう時あるんですよね。なんかね、あれ、お経を書いとかなきゃ取られちゃう人みたいな、そういうレベルでもう相当書いてありますけど、だけどさ、ラジオなんだからさ、紙に書いてきてもいいじゃん。うんうん、あ、ラジオ出慣れてないんで、僕、そういうの思いつかなかったですね。もうこの完璧書くんなら手だって。手だね。手なんですね。手で書く癖がついちゃいましたね。なんかね、はい、その僕らからしたら突然エンタの神様に彗星のごとく現れたから、うんうん、その前のことが全然わからないんだけど、うんうん、エンタに出始めたのは、大ブレイクしたのは何歳ぐらいの時？あれ33歳ですね。33歳、はい、何年前ぐらい？今16年ぐらい前だと思います。もうそんななるかね、はい。なんかちょっとね。そうですか。コウメ君、時の流れの外にいるから分かんないんだよ、なんかそれが。え？ごめん、俺の言い方が悪かった。ね、なんかね、インパクトが強すぎて、どこにいてもおかしくないから、分かんなくなっちゃってて。あ、そうですか、分かんないですか。でね、はい、それ以前の生活を聞きたいんだけど、何をしてる？まずどこから行く？まず、こういう出る仕事をしたいと思ったのは、何歳ぐらいから？これも、そうだ、小学校の時なんですけど、マイケル・ジャクソンの、あの、スリラーのビデオを友達が、当時、いいもん見せてあげるからと言われて、うんうん、それで彼の家に行って、そのビデオを見た時に衝撃を受けて、そこから何だか知らないけど、だんだん家帰ってから踊ったり歌ったりが始まって、で、だんだんかっこいいな、これすごいなって、だんだん思ってが、から、あ、芸能界、行きたい、歌って踊りたいと思ったのがきっかけです。へえ。じゃあ最初はじゃあミュージシャンとさ、うんうん、あのマイケル・ジャクソンみたいに踊ったり歌ったりっていう方だったの？方っていうか、やりたかった。目指した、やりたかった。目指しては、はい。いや、すげえのは、みんな何かに衝撃を受けてさ、こう徐々にこの世界入ってくるんだけど、うん、それ、コウメ太夫のスタートは、マイケル・ジャクソンのスリラーなんだろ。あ、そうです。あれを見て、はい、世の中にはとんでもない人がいて、こういうことできたらいいなって思ったんだ。思っちゃいました。それが、それがちょっと待って、今そこの間が全然埋まんないね。目の前にこの格好がいるから。どうしてスリラーから和物になってくるんですね。まあ、いろいろオーディションとか、まあ、はい、受けて、うん、ね、で、まあ、落ちるわけですよ。うん、で、落ちていってて、まあ、で、結局、うちの母親が、お前顔がなんか古臭い顔してるから、うん、ちょっと時代劇みたいな、なんか、顔のところのオーディション、うん、のところ受けてみたらって言って、オーディションのなんか雑誌があって、で、それ見てたら、ちょうど梅沢富美男さんの、当時、竹雄さんがやってたんですけど、はいはい、で、その劇団のオーディションがあったんで、ちょっと受けてみようかなっていうのがきっかけで、へ、そっからですね。俺、それ聞いて、梅沢富美男さんのところにいたんだってね。梅沢劇団にいたの、はい、いました、はい。大変だったでしょ。だって、あそこは厳しいでしょ？でしょ？うん、当時振り返ると厳しくて、もう、もう戻んないよっていう感じです。いや、俺聞いて、なんかに聞いたら、梅沢さんが、はい、あいつだよつって、半年間なんか逃げ出したんだよつって、言ってたよ、当時も。半年って言うんですけど、僕2年一応、半年間。2年いたの、はい、梅沢さんの目に映ったら半年間逃げてきた。2年いたのね。はい。あそこで何するんですか、ね、まあ、まずは大、やっぱり、着物を畳んだりとか、そういうのを覚えたりとか、あと、まあ、食事とか、こう、まあ、お昼になったら、まあ、当番来たら、誰、まあ、全員の取ったりとか、まあ、新聞、朝、まあ、座長に届けに行くとか、ですかね。そっから、あと、まあ、ちょっと、まあ、
ちょっと裏方じゃないですけど、まあ、うんまあ、そういう。舞台作ったり。早変わりとかあるもんね。着替え手伝ったりとかある、はい。早変わりか、はい。はい。そうですね。先輩の手伝ったり。そこからちょこちょこっと役もらってって、うん、だんだん。舞台出たの舞台2年の間には出させていただいて、まあ、2年だもんね、はい、梅沢さんは半年と思ってるけど、はい、2年いればその舞台出るよ、はい、ちょっと面白がってたのは、はい、最初マイケル・ジャクソンだと、はい、で最初受けてたオーディションもお笑いってわけでもなく、うん、そうですね、いろんなの受けてて役者さん、はい、そうですね、まあ歌の方がもう諦めかけてっちゃってたので、うん、でそれでもちょっとお袋が和風お前は和風顔なんだから和に行けって言ってる梅沢さんとこ行って、そうなんですよ、で、そうすると、ちょっとコウメ太夫に近づいてきたよね、梅沢さんのとこ行ってれば。そう、うんうん、そうですね、はい。日舞とかそういうのも。日舞も、はい、やらざるを得ないというか。やらざるを得ない。梅沢さんのとこ行くんなら、やれよ、それは。ね、じゃあ、メイクも教えてもらったの、メイク難しいんじゃないですか、和物の。そうですね。最初、なかなか白塗りとかはさ、うん、これなんか主役の色だっていう、あれなので、させていただけないので、やっぱり、半年ぐらいはもう、あの普通の、うんうん、なんていうの、茶色い動乱のやつなんですけど、うん、半年以上経ったらだいたい白塗りのやつを教えてもらって、うん、でホテル帰ってはこれ練習しながら覚えてたのを思い出しますね、はい、だってこう近くで拝見しても上手ですもんね、うんうん、そうですか。うん、あ、うん、だって自分じゃそう思わないんですけど。なかなか難しいんだよね、白塗りのやつは。だから僕は、はい、できなかったですね、赤入れたり、はい、いろいろは、はい、こっからじゃあお笑いをどうなの、梅沢さんのところはもうダメ諦めて、うん、でその後お笑いにはどうやってなってくるの、お笑いですか、うん、でお笑いはなんか僕本当安易なんですけど、小学校の時とかからなんか面白いねとか学校でまあグループでちょっとね、うん、もうちょっと面白いだけなんですけど、うん、でもまあそれを思い出してしまって、それで競争相手がお笑いは当時少ないんじゃないかなと思っちゃったんですよ。思っちゃうね、よく思っちゃうね。実際は結構多かったの、実際は。すごい多かったんですけど、まあ、ですけど、まあ、そこから安易な考えで、あの、お笑い始めようって思っちゃったんですよね。はい、何歳ぐらいお笑いに舵を切ったのは、うん、あれ25かな、20。5ぐらいですね。はい。いきなりあのソニーの事務所に行ったの？僕はいきなりじゃないですね。その、うん、まあ、あの、なんだろう。そっから梅田さんのとこ辞めてから、まあ、結構、バイト生活も長かったんで。はい、はい、はい。で、その間もフリーでお笑いのことやってましたね。それはピン、はい、ピン、コンビ。コンビ、まあ、ピンもやって、コンビもやって、なんか3回ぐらい変わってるんで、僕。うん、すごいね。今まで聞いてるとさ、はい、ずっと流されてるよね、なんかね。どうしていいかわからないまま、中あっち行ったり、こっち行ったり、不安定だね、ずっとね。不安です。今でも不安です。さらに、まだ不安定の上に不安なのね、どこに行くのかもうわかんない感じの。はい。でも、ライブとかでずっと活動してたわけですか？ライブは、そうですね。だから、ライブになかなか出たことにはもちろん出たは出たんですけども、うん、出るまでの間も、まあ、なかなか、まあ、事務所入ってからライブ、まず出させてもらうっていうのが難しかったんですよね。そう。今よりも多分ライブの数は少なかったりとか、事務所ライブあるから事務所入れば出れるんだけど、うん、いわゆる今はフリーで出れるライブ増えたけど、まあ、それほどでもないですよね、当時。そうか。まあ、シアター D とか、まあ、そういうところに時折、まあ、月1ペンぐらい行ったりとかはしてましたけど、うん、はい。さあ、いよいよブレイクです。はい、その、エンタの神様でしょ、やっぱりブレイクは。エンタの神様です、はい。自分の体感としてはどんな感じなの、はい、なんか、わ、俺売れたっていう感じは。売れたって、まあ、最初、エンタの神様で初めて、その、自分のテレビ見たとき、うん、嬉しくて、一人で泣いて見てましたもん。そうなんだ、はい、普通さ、お笑いさ、自分で出たテレビ見るとさ、はい、まあもちろん感動もあるんだけど、もうこうすればよかった、焦ればよかったっていう方が多いような気がするんだよ、もう嬉しくて感動、そうですね、へ、出れたことがもう、はい、出れたやったって、やっと芸人として、あ、出てきたわと思って。エンタはさ、こういろいろ聞くとさ、そのまま自由にやっていいよって人もいれば、こうやりなさい、ああやりなさいをかなり厳しく指導される人もいるじゃない。コウメ君のはどうだったの？当時、まあ最初から大体あのネタでオーディション行ったら、もう一日で
まあ、その日とか一日で受かっちゃったので。それすごいんだって。エンタにそうなの。エンタですごい、ね、エンタっていうのは、まあそういう人もいるとは聞くけど、だいたいここ直してください、あそこ直してくださいって、うんうん、下手したらそこ直すの嫌ですっていう人はもう出なくていいですみたいなことが、すごいあると僕は聞いてるので。私も聞いて厳しく、うん。で、こういうキャラでもやりなさいとかっていうふうに言われる。それも一発で受かっちゃったんだ、それ。ある意味。そうですね。最初の、私、狂い咲きっていうセリフがあるんですが、はい、あれだけは、当日いきなり作って持ってこられて。キャッチフレーズこれ言いなさいわ、あそこだけで。そうですね。最初は、畜生とプラスクソーって言ってたんですよ。はい、で、それでクソーはちょっとやめましょうって、はい。で、まあネタは大体、ほぼほぼあれの感じでよくって、言い方もあれでいいからって言って、もう来る日っていう感じでした。はい、何が残、でもちょっとわかるのは斬新なのは、その、クソよりは畜生がいいような差は俺はもうわかんないけど、うん、なんかね、直しちゃダメな、変にさ、普通だったら必ず五七五になってたりとかさ、うん、するじゃん。うん、でもなんか、めちゃめちゃ字余りだったりとか、うん、めちゃめちゃ短かったりとかは、うん、もうあれはなんか直したら終わりみたいな。だって俺、これ例でさ、ちょっと広いもあったのさ、はい、うん、私の人工呼吸で助かった女の子にセクハラで訴えてやると怒鳴られましたって、うん、入んのこれ。ねえ、さっきのあの不審の中に。どの不審なの？どの不審？私の人工呼吸で助かった女の子にって入んのこれ。私の人工呼吸で助かった女の子に、セクハラで訴えてやると怒鳴られました。畜生！最後怒鳴られましたの自由な感じ、いいね。これで売れて何が変わった？自分の中で。うわ、これはなんか変わったぞっていうの。変わった。まず営業の数がドッカンドッカン入って、はい。イベント来てください。ライブ来てください。はい。で、それでまあ、行きますよね。で、行ったらなんか、写真撮らせてくださいと周りに囲まれるんですよ。はい、はい、はい。もうそんな経験がまずないので、はい、あ、これ、ドッキリなのか売れたのかどっちなのか分かんないぐらいに。いや、ごめん、ちょっと冷静になって、ね、売れない人にはあんまりドッキリ来ないのよ。ドッキリ来る時点でおそらく売れてるから、なんだけど、もう戸惑い続けるんだ、そこは。結構、あれ、おかしい。本当かなとか思いながら。あれは、そう思いましたね。あと、扇子下ろした時に、キャーって、すごいんですよ、1000円が。顔隠してた扇子をパッて下ろすと。いやーってなんか、あれき、なんでこの顔でガーってなるのかなとは、思ってたんですけど、まあでも、それは、あ、売れて、んなっていうなんか実感は湧きましたね。ブームだよね。でも、だからさ、はい、使う間もなくずーっと仕事行ってて、俺きっとある日突然、その頃、同じ事務所、お天気って3人組で仲良くしてて、ある日突然、小梅さんが、マンション買いましたか、アパート買いましたって話になって、うん、俺最初そのマンションの一室を買ったんだと思ったら、5棟買ったの。アパートを買ったの。土地付きのアパートを、丸々1個買いました。丸々1個買ったの。はいはい、買っちゃいました。1棟買ったの。買っちゃったです。それはさ、じゃ見てる限りさ、はい、全然そういう後先のことを考えなそうなんだけどさ、それはどうして買ったの、うん、これは、事務所にマネージャーさんが一番上の人いるんですけど、うんうん、でもそろそろ仕事ブームもなくなるから、うん、はっきり言うね。平井さん平井さん平井さんです。平井さんっていうの、トップのソニーの平井さんっているんだけど、はいはいはい、そうなんですよ。はいはいはい。で、だから、まあ、家とかもね、うん、そろそろ嫁とかももう今、借りてるその部屋のそんな15万毎月も払ってんの、うん、そんな続かないから、うん、まあ、だから実家にまず家真っ二つにしろって、うん、実家に家真っ二つにしろ、実家のお家を、うんうん、真っ二つにして、うん、でそれで嫁を半分済ませて、うん、でお母さんも半分のところ住んで、二世帯みたいに、でまあそれでね、まあ変な話ですけど、お袋とかいなく、まあね、いなくなっちゃったら、まあ先順番があるからね、いつかね、うん、それではまあ人貸したりとかって、うん、なんかいいんじゃないかみたいなアドバイスいただいたのがきっかけで、でそれから親に相談したら、まあちょっとね、怒られて、うん、なんで真っ二つにしようとしてんだって怒られたんです、うん、何を企んでんだお前はして、でそっからまあアパート、じゃあ、うちの親も、ちょっとアパート、うん、ちょっと
やってるんですよ、何件か。うん、で、それで、ちょっとお前もやってみたなっていう。ノウハウがあったんだ、親にあったんだ、それが。にもあって。なるほど、ね。きっかけは平井さんがそう言ってくれたから。どう思っただけどさ、ね。自分がまだまだ毎日忙しくしてるのに、このブームも終わるかなって言われた時は。いや、もう、言われた時嫌な気持ちですよね、やっぱね。それでもう、次早く新しいキャラ作って、新しいネタやんないと、そのまま本当消えるから。で、曜日になると、ほら、今日も、ゴールデンウィーク、ほら、仕事なくなってきたでしょ。ほら、ね、こうなってくんだよ、ね。危ないよ、危ないよ、つって。でも、いい事務所っちゃいい事務所なのは、割とそういうことを気づかないまま、仕事のレベルだけ落ちていくみたいなケースって結構あって、あの、一応は埋まってるんだけども、そのテレビのゴールデンだったものがそうじゃなくなってったりするところを、隠しちゃうようなマネージャーさんとか事務所もいるから、それからすると、平井さんは、その先見の明があったっていうか、先見の明があったおかしいな、俺。一度 CM 挟みます。小梅太夫さんゲスト来ております。伊集院光と、ラジオと、小梅太夫と、毎日畜生と、TBS ラジオ伊集院光とラジオと時刻は10時27分です。改めまして今朝のゲストお笑い芸人小梅太夫くんです。ここからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。畜生畜生あの毎日畜生ツイッターアカウント、毎日畜生ってその小梅さんのツイッターのアカウントの中でハッシュタグ毎日畜生って、うん、毎日ネタを、うん、あの投稿するっていうのをやってて、はいはいはい、僕もあのフォローしてますけど、はい、え、そうなんですか。はい、たまにすげえのあるよね。あ、そう。あ、まあ、あのいろいろ載せてますんで、あの一発やってきます。なんか一発ちょうだい。あ、わかりました。ボディーガードかと思ったら三丁目だから帰るねカンガルーでした。畜生やべえ、何何最後の三丁目まあ、あまり意味あんまないんですけど、ね、こんなことになってんだけど、たまに ね心をえぐれるようなやつ来て、うん、俺えぐられたのは、はい、スマホを持ってると思っていたら、うん、スマホに持たされてましたっていうの、ね、なんか急にちょっと哲学的な、ね、哲学だよ。でも本人に多分その覚えはこれ哲学的なネタってことで、いや、なんか哲学っていうか、もう周りが勝手に哲学なんじゃないかって言い出しちゃってやっぱりそうか本人はどう思って、いや、僕あの哲学す、いや、授業で哲学とか倫理とか好きだったんですけど、僕そう思って作ったわけじゃないんですけど作ってはいないんだ、はい、だから振れ幅がでかいのよ、でかいね、さっきのなんかボディーガードから今のやつまであるんですけど、ぜひですね、あのツイッターの方をフォローしていただきたいと思います。さあ最後にですね、うん、今後の夢や野望、小梅の夢や野望何、うん、梅や野望超笑ったよな、夢じゃないやん、ちょっとバカにしてるの笑ったよ、あいつ噛んだ、あいつ噛んだの笑ったよ。いやいやいや、そんなことないですけど、あの夢ですか、夢、いや、なんか今後はちょっと、まあね、役者もちょっとやってみたりとか。いいと思う、役者いいと思うんですよ。白塗りじゃなくてでしょ、白塗りじゃないのもやりたいですけど、うんうん、とか、まああと今なんだっけ、あのバンドもちょっと、うん、あの、うん、素人のバンドなんですけど、うん、ちょっと事務所のなんか奥田民生さんのプロデューサーの方とかも混ざったりとかして、うん、それで、でも素人バンドなんですけど、うん、でそれでちょっと歌ったりとかしてるんで、うん、そういうのもちょっとやってみたいなと思って。いや、そう、はい、なんか歌好きなんですね。だってスタートマイケル・ジャクソンなんだもんね。そうだよね。そうなんです、はい。戻ってきてるんだもんね。だムーンウォークはできんだしね、もうね、もう得意技だしね。すごいね。俺役者は絶対あると思うよ。役者めちゃめちゃ当たる、俺どっかで当たる可能性が、うん、あると思う。あると思う。畜生ですね。そうですよ。あ、いやいや、でも使い方間違えました今。ね、ちょっと、ね、うん、このアクリル越しに見てるとね、そういう動物みたい。ということで時間いっぱいです。今日のゲスト。まとまってないですけども、お笑い芸人小梅太夫くん、ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。